いつもご視聴いただきありがとうございます。どうもまどかです。今日なんですけど、リニューアル一発目です。リニューアル一発目の動画を何にしようか考えてたんですけど、まあ結局釣り狂いの目玉企画でいきたいと思います。そう、勝手にフィールドスタッフ。撮影は明日行こうと思ってるんですけど、何やら予報だと最高気温が19度となかなかの春日和になりそうなので、ボートを出したら気持ちよさそうなので、勝手にフィールドスタッフボート調光編をお送りしたいと思います。今からこのルーレットを回して、当たったメーカーさんのルアーを釣り具屋さんに買いに行きたいんですが、閉店まであと1時間しかないので早速回していきます。それでは回します。お、今回はメガバスさんです。メガバスさんはよく TK ツイスターを使うんですが、他はまだあんまり使ったことがないメーカーさんです。実際 TK ツイスターはめちゃめちゃ釣れてるし、会社の方がワンテンというルアーで結構釣ってるので、今回それも使っていこうかなと思います。それではやっていきます。レッツゴー。はい、じゃあ川に着いたので早速メガバスのフィールドスタッフをやっていきます。じゃあ最初はこのテトラ地帯をワンテンミノを巻きます。私がちょっと前の動画で、今年はなんかミノで行きますみたいな、ミノラーになりますみたいな動画を出した時に、なんか結構皆さんからいろいろ情報いただいたんですけど、なんかワンテンめちゃめちゃいいよみたいなっていう方が多くて、今回メガバスだったんで結構楽しみですね。なんかまあここまで来たらワンテンで釣っていきたいっていう思いがありますけども、これ多分今投げてるやつはジュニアちゃんだったと思います。あとなんかワンテンのパッケージめっちゃなんか可愛いんですよね。なんかなんだ、外国のお金の柄とか、あとどんなあったっけ、なんか外国のお金の柄がなんかインパクト強すぎて他の柄を忘れてしまったけど、なんかいろいろあってめっちゃ可愛いと思って、なんか他にはないなっていう、あんまり潜ってない気がする。結構シャローレンジ的なあれなんかな。まあパッケージ見ればすぐ分かるんですけどね、何メートルぐらい潜るんかっていうのは。いやー、せっかくボート買ったから初陣で、しかもあっやばい、あぶねー、しかも初陣で釣れんかったし、今日は釣っていきたい。どうしてももう初陣はね、何もなく当たりすらなく、とても悲惨な動画になってしまったんで、今日こそはお魚をお届けしたい。私の今年の課題としてはやはりスキッピングをできるようになることですね。もう間違いなくやっぱスキッピングができないと、いや、そうな、そう、今まではおかっぱりでね、あんまり使う機会もなかったし、いいやろぐらいにしか思ってなかったけど、やっぱボート乗ってると、あー、スキッピングって大事やったんやなって最近ね気づかされます。とてもなんか結構スキッピングはこうしたらいいっていう YouTube も結
結構見尽くしてるんですけど、やっぱなかなかね、動画で見るのと自分でやってみるのじゃ全然違いますね。なかなか一回もうまくいったことがないです、挑戦して。釣れんね、釣れませんね、なかなか。まあ、まだ全然来たばっかなんですけど、ミノーと TK しか使ってないですけど、シャットでも投げますかね、風ないし。シャットは投げましょう。アクロボット投げます。いや、あっちてか、アクロボットいえば離れていきよう。あまりブルブルせん、これ。ほぼなんかまっすぐ来るね、 IGK みたいな。なんか違うね、なんか違う、なんか今じゃない気がするわ。これはちょっと違う気がする。分からんけど、やっぱね、TK かな。ちょっとワンパターンですけど、ワンパターンですけどね。釣り狂い10秒ニュース。この企画は10秒間で私がさまざまなことを発信していく企画になります。記念すべき第1回目は釣り狂いクイズ。それではいきます。私が初めてバスを釣ったルアーは何でしょう。1スピナベ、2クランク、3チャター。正解はエンディングで発表します。それでは本編へ戻ります。風が強くなってきました。ちょっとね、このもうちょっと暗くなるともっと風が強くなるので、あと1時間ってとこですかね、今回は。まあでもあと1時間で釣っていっちゃいますよ。ギルかな。いや、ギルっぽいな。ギルっぽいけど合わせていい？来た。あ、バスだ。なんで？なんで？針をね、かけてしまったんでね、多分もう無理っすね。今のは多分かからない、もう食ってくれない。いや、でもやっぱメガバスはTK 強いね、やっぱり。やっぱ TK 強いね。もうメガバスはもう TK1 個あったらフリーリグもできるし、バックスライドもできるし、もうあとほら、ワンテンあったらもう完璧です。なんかさっきバラしたエリアを、まあ、ずっと TK で粘ってたんですけど、全然もう全く反応なくなったんで、次またワンテンを投げていきます。やっぱね、今日の目標はね、朝から言ってるんですけど、まワンテンワンテンで釣ることなんでね。そして願わくばジャーキンで釣りたい。願わくば
いやでも一匹 TK で釣れたし、おるもう一匹ぐらいめっちゃ本当にもうずっと粘ればあと一匹ぐらい出そうやけどな。なんだなんだ、引っかかった気がする。待って、釣れがかり、釣れがかりよ、これ釣れがかりよ。ちょっとイエーイ。あ、でも口にちゃんとかかっとるわ。釣れじゃなかった、こうか、イエーイ。ワンテン、ワンテンできました、イエーイ、やった。いやさっきのちょっとバラしちゃったんでね、どうなることかと思ったけど、やった、危なー、嬉しい、神。はい、ということで今回のフィールドスタッフまたもや大成功ということで終わりたいと思います。最初 TK ツイスターのフリーリグでちょっとバラしちゃってどうなることかと思ったんですけど、その後ももうそのバレたとこでずっと TK ツイスター使ってたんですけど、全然もう反応なくなったんで、ちょっと巻きに変えようかなと思ってバンテンジュニアをちょっと巻いてみたところ、まあ、ただ巻きで、またもやただ巻きで釣れましたね。やっぱりミノーって釣れますね。結構今年ミノラーマドカの名を欲しいがままにしちゃうんじゃないんですか。いいですね、やっぱりミノーは。しかもやっぱり皆さんにおすすめしてもらったルアーで釣れてよかったです。まあ、でも TK ツイスターのフリーリングも最強です。まあ、あとですね、ちょっと嬉しすぎて測るのを忘れてたという、いつものちょっとこの子をね使うのを完全にもう喜びのあまり使うのを忘れてましたので、次はちゃんと使っていきます。まあ、本当2匹とも同じ場所らへんにね、おったんで、あの辺に今日は溜まってたんじゃないかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。次回もまた見てください。バイバイ。